八重着物の八重です。今から4つ角出しのアレンジ結びをしていきます。帯を1メートルほど取ります。これぐらい半分に折って帯板にクリップで留めていきます。2周巻きます。帯と帯の間の空気を抜くように巻いていきます。巻き終わったら空気を抜いてギュッとしていきます。左手に持った方の帯を上にして1回結びます。ギュッと締めます。締め終わったら反対側の方に帯を持っていって帯が緩まないようにしていきます。横になる方の帯の長さを決めていきます。角を3つ作っていきます。3つできたら帯の結び目の近くのところを W に折ります。そしてそこを右手に持って左手の帯で結びます。緩まないようにしっかり結びます。しっかり結んだら角の長さを調整します。角をアレンジしていきます。好きな柄を出したり半分に折ったままにしたり、アレンジは自由です。結び目に帯を巻いていきます。下から帯と結び目の間を通して上に出します。上から出る帯の長さを1周巻きか2周巻きするかで調整していってください。帯を巻いたので結び目が見えずに綺麗になります。帯をどれぐらいの長さ垂らすか調整します。私は長く垂らしたいのでしっかり引っ張っていきます。後ろに回します。長く垂らしているのでお尻の部分が少し隠れるのが嬉しい帯結びです。鏡を見ながらシワを取っていきます。出来上がりました。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。